こんばんはウェルカムというジャープニーズライブ r e a m 皆さんようこそジャパニーズライブ r e a m へお元気でしょうか how you how are you 今日は1月の11日11 1 1 1 1月の11日ただいま12時ちょうどでございます毎週木曜日のライブストリームの時間ですリサです今日もよろしくお願いしますあすごい応答 なんていうのこれ喋ったことが文字になってた <laughs> すごい OK 今日はねとても寒いです外割と暖かい日が続いてたというか寒くてもそこまで寒いって感じじゃなかったんですけど今日はもう家を出た瞬間に「うわ寒っ!」ってなりました、うん、であと霜が降りてましたねフロスティーそうそう OK 今日は 誰がいるかなコメント欄にはアクシャイさんラッタポンさんエリックさんビリーさんウィリアムさんいつもありがとうございますさあユーガイズドウェインウィリアムさんおはよう明けましておめでとうございますおめでとうございます2024年始まっておりますであの今日寒いのは外が曇りだからっていうのもあると思うんですけどクラウディアウトサイン it's almost looks like It's g o n n a be raining soon, but seems like it won't. Just cloudy. That 特撮シンさん。<laughs> ウルトラマンかな、これ。Hello. I hope you had a good meal. <laughs> I will for lunch. <laughs> Maybe. Facebook は誰もいないかなどうだろう。最近、Facebook ってあんまり使うことなくなってきましたよね。きっとね。あ、いた。 レネさんありがとう <laughs> もしもしおはようございますすごいえー、っとキティさんを見るなトーカバーハローキティ2時代こんにちは私は日本語勉強していますよろしくお願いします今日のライブストリームのトピックをミゲルさんここも寒いですコールここも寒いですハウさんブラジルからこんばんは ブラジルは暖かいのかな今夏ですよね多分オーストラリアとかあっちの方はあっちの方 <laughs> こっちの方とあっちの方 <laughs> yes アッケーそうじゃん今日のテーマはプレビーオブチューターザンチェニフォー n ンジャパーン2024年に何が起こるかを話したいと思います So, how is your 2024 going so far? 皆さんの2024年今のところどうですか So ?Today we are going to take a look at things happening in 2024 in Japan.Cheers!Prost!Hello Cheers! OK! from Okinawa. いいな、Okinawa.、Ok、あったかそう。Okay! じゃあ最初にアナウンスメント。You can get 45% off

おいっぱいハートがですいいですねなんかヘルシーな感じで。Okay, so、2024年は「Do you know about Chinese calendar? 2024年」は辰年です。年

ドラゴンの顔 looks scary. I'm gonna do something with his face. <laughs> Why he looks so angry? Yeah. Which one? どれにしようかな。これにしよう。テ <laughs> リーン。ちょっと大きすぎるか。<laughs> こんぐらい。It's cute, right? Yeah. Nice. <laughs> <laughs> okay. So, たん。達人。皆さんは何年ですか And えっ、ー、とえっとの動物 many companies sell products and goods with dragon motifs this year because it's year of dragon, t 年なので and it's considered as engui gaei. e っていうのはえっ、ー、とラッキーチャームみたいなものですねそうそうそうドラゴン＆ o n and bear what does it mean? おドラゴンの絵文字あります結構こっちの方が可愛いドラゴン。<laughs>

men and women born in the ear of the、dragon. people and born in dragon, born in blah, blah, blah. of この人たちが年男、年女になります。今年は。Right, n e x Okay, どうでしょうか私の China Zodiac は犬です。Oh. 犬年、dog. <Yeah. laughs> ドラゴンと恐竜、枝豆、<laughs> スティーブンさん、枝豆がこれなんだろうな。Okay、そう、0 2 4 is 今年の7月に新しい紙幣が発行されます。新しい紙幣。And we're going to show you how those new banknotes look like. 左側が NOW。あっ For you maybe it's right side is now.And この ReftSide が NewBankNote です。And it will be 新しい紙幣は NewBankNote will be issued this July, July 3rd7 月の3日に新しい紙幣が発行されるので。 日本に7月以降に来る予定の方がいましたらもしかしたらこの新しい紙幣を見ることができるかもしれないです。ね円、okay. so、new, new 円札が千円札がが一番上が 千円札ですよね。千円札が誰 <laughs> 北里柴三郎さん新五千円札が津田梅子さん一万円札が渋沢栄一さんだそうです。I actually like these Japanese numbers in the middle, but they're gonna replace it with the Arabic normal numbers. So, ちょっとそれは残念ですけど。 新紙幣には世界で初めてとなる最先端の 3D D が使われるそうです。The new banknotes features the world's first cutting edge hologram technology.、So、お札を傾けると 3D みたいに絵柄が変わるそうです。OK! 新ししいおお札札を集めるるることとににに興味ががあありますなな、うん、なんんかかねね今あるお札がももうううそののちに貴重でょきっ確かに色合い的にはちょっと似てるねどうううししてだろなんででしょうね。 5000円はちょっと紫っぽくて、okay. ね。日本の文字を使った方がいいと思うんですけどね。Well, my <laughs> so, 新しい1万円、5000円、1000円のお札が7月7日に発行されます。OK So You just saw three new banknotes.Next!Do a d n you like g h i b l i movies?And do you know there's a g h i b l i park in 愛知、愛知の長くてかなにえっと2005年に万博で使われた土地の跡地にジブリパークがあるんですけども、そこのジブリパークに the new area, Valley of Witches っていうエリアがあのオープンします。魔女の谷エリア。And there you can see these things, for example, the Okino residence and

私もまだここ行ったことないんですけど行ってみたいですね、ぜひ。ただちょっとなんかチケットのシステムが複雑なんですよね。It depending on the area.Yeah. ちょっと OK! 次 !And again, you can get 45% off for JapanesePort101.com 見えるかな文字。Get 45% off.Premium, Premium Plus. Including. これイるんだはいイナサークオイナサークオイズアニュースレマンスリーニュースレイザーニュースレッドー喋れなくなっちゃったうんオーライで次他に何があるかちょっと急ぎすぎかな ?I'm gonna check you guys' コメント Yes 行きたいハウさんジブリ ジブリの最新の映画見ましたかなんだったっけ君たちは君たちは <laughs> だっけ君たちはどうするかだっけなんだっけまあニュームウェイ失礼しますえっすこーですパンやうん、うん There's many new attraction p a r k this year in Japan. Yeah? Oh yeah, that's true.、Um, we just t a l k about Ghibli. And... There's another one. This one. Universal Studio Japan も新しいエリア Donkey Kong Country というのをオープンするそうです。There's an... アーティア o うん ジャングリーやイン沖縄えーなんだそれ初めて聞いたジャングリーや沖縄もオープンするそうですこれもテーマパークなのかなねばハルベッサンサイカホテオズネイモーサンえっと、そう、so, 新エリアドンキーコングカントリーこのユニバーサルスタジオジャパンってアメリカから来たやつなんですけれども日本の大阪にもパークがあります でそこに新しいエリアドンキーコングドンキーコングってあれですよねドンキーコングってあのマリオに出てくるドンキーユニバーサル・スタジオ・ジャパン <laughs> <laughs> so, のスーパー・ニンテンドー・ワールドに新エリアドンキーコング・カントリーが春に今年の春にオープンする予定です。うん usj 一番行きたいのはでもあのハリーポッター見てみたいなハリーポッターエリアもうだいぶ行ってないからなベンズさんアサドさんフェイスブークありがとうございますないかなとビジューニングがグッドモーニングありがとうなんて書いてあるんだろうドンキーコング country is fun a もうアメリカのユニバーサルスタジオにはあるのかなスーパードンキーコングは私の 子供時代です。うん、懐かしい。I better check it when I'm in Japan. <laughs> ア,リアリオさん、ありがとう。ドンキーコング。ドンキーコングじゃなくて、ゴリラの絵文字。いろんな絵文字ありますね。ゴリラまであるんだ。OK、ドンキーコングとマリオ関係がありますね。あ、やっぱりそうですよね。そうですよね。<laughs> <laughs> OK、and next! And another Teema Park. We are talking about Teema Park. But、um, Hello Kitty. You know about Sanrio Park? Hello Kitty. 生誕50周年 Hello Kitty. 皆さんご存知でしょうかキティちゃん有名なキャラクター <laughs> 書きますねキティちゃんあれ消しゴムになっちゃってるこれか緑じゃなくてキティちゃんのリボンは赤たらんたらん プロにしてたんたん2てるるるんただねんキティちゃんですなんか面白い顔になったキティちゃんコツは見えないんだ私がキティちゃんになったコツはこの目と鼻をちょっと下の方に書くことですかね baby face キティちゃんハローキティ。サンリオパークはこのハローキティを生み出したカンパニーのパークなんですけどもそこに50周年ハローキティ生誕50周年だからなんかイベントがきっとあるんでしょうかね。ハローキティ。50th anniversary。so hello kitty is 50 years old 50歳。 うん、そうですレネさん「ドンキーコング」そうそう「ドンキーコングなんちゃら」<laughs> なんちゃらになっちゃったうん、かわいいキティちゃん、うん、キティちゃんね日本の有名なキャラクターですね OK 私の子供時代が再びメリーサーさん日本のこういうカルチャーは他の国でも影響してるんですね OK, and another one is Olympic 催オリンピッ o l y m p i c k a t h a t means Tokyo Olympics was four years ago.Wow, time flies! And the next Olympic, the Olympic this year will be in Paris, July 26 to t August 11, th, 2024. で、そこでは新しい ニュースポーツ、ブレイキングっていう新競技があるそうです。パリ五輪では、ブレーキングが新競技として導入されます。そう、ブレーキンエス、ブレーキングダンスとブレーキングと同じことなんですかね。you know like <laughs>。I can do the breaking dance. ちゃんちゃん、ちゃんてちゃんと、ちゃんと。だったら、たったら、だったら、だったら、だったら。like you、くるくる。 ヘッドスピンとかそういうやつブレイキングダンスブレイキングうんイエス東京オリンピックは4年4年前でしたねで今年はパリオリンピックパリの後はどこなんだろうあそうか「That's h さん」「Yes,、yeah, that's right only three years ago because it was postformed that's true so three years and then 確かにそうですよね延期されましたよね確か。 <laughs> あれ記憶が確かじゃないけど In was 2021. あやっぱりそうかうんうん東京オリンピックほぼ何も関わることなく終わりましたけど <laughs> <laughs> まあね OK 日本人はパリが好きですねあっパリ好きな人多いですよね確かに憧れてるパリスパリ <laughs> Okay, and again, you can get 40% off for signing up to Japanese Port 101. If you want to start learning Japanese from this year, 2024, you can get, you can check the link in the description and get 45% off. Okay, that's it for today. Mata, 10 minutes, <laughs> Yes, can you guys do oh like I have a question. So is there anything considered as engi no ii koto in your country? Something to bring good fortune or something considered good luck in your country. So for example, I mentioned about this year is of year of dragon. So if you have like dragon motif something, it's you know like engi ga ii. 他にもなんか縁起がいいことっていろいろあると思うんですけども。皆さんの国で縁起がいいと言われていることは何かありますか。forexample、虹を見るとか。rainbow。あとなんだろう。日本だと。えっと。お茶を飲んでいるきに茶柱が立つと good luck ってよく言われます。あの when you r e drinking green tea hot green tea and you know this how do you say。 スストークスタック <laughs> スタックなんていうのかわかんない茶柱があんまり立つことはないんですけどもそれがこうやってお茶のお椀カップの中で立っているとグッドラックうんうさぎの足うさぎの足がグッドラックフランスではフランスパン本当かな<笑><笑>、うん。 ラッキーナンバーセブンあーこれは世界共通牛あーアクシャイさんクズインディアかな牛は神聖な動物として扱われていますよねインドだとあとみぐえルさんフォーリーフクローバー脱線 here in japan 2四つ葉のクローバーでも知ってましたか最近は四つ葉のクローバーしかできないあのそういう種類のクローバーもあるみたいです <laughs> All luck for good。うん。Rainbow。そうそう。虹ってあんま見ることないですよね、普ふだん。The、real ones。To have。あ、ah. Yes, thank you, Jameson.Here、yeah, h in Japan, it's good luck to have the stalk of the tea leaves when it's straight. <S うん。ありがとう。訳してくれる。助かります。 Pietro San is it for good luck or are you just <laughs> announcing what you're gonna do now? Mm. for good luck why <laughs> I don't think so. It's considered good luck to open your eyes when you wake up. That's scary <laughs> because you're still alive. Okay. ジンジョーさんありがとうございますウィスター絵文字絵文字って言わないのかこれはスタンプか何この w にこれって何だろう初めて見ましたバッテンキューソーマーチありがとうございますすごい目立つ Yes あ。ああ本当にでも確かに四っていう数字はい四つ葉のクローバーはラッキーチャームですけど四っていう数字はコンスレレーズバラック as well sometimes because it sounds shi meaning death as well so some people try to avoid living in the fourth floor or things like this yeah some people cares okay minasan chotto kedo next week tsugi no 来週の木曜日のライブストリームのトピックはビギナー漢字 How to use ten、百 ten じゃない十百千 in Japanese です。来週は漢字かなトピック。1月の18日。もうなんか本当に時が流れていくように過ぎますね。もう1月の18日来週です。あ今12時20。 4分クリスマスの。<laughs> 1224。Same as Christmas day. クリスマスイブか。OK。Thank you so much for watching, everyone. 少し早いですけど、また来週お会いできるのを楽しみにしています。Have a good day.